こんにちは、レトスの小野です。1月2日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。テキストで勉強、問題を解いて勉強、どちらが効果的か。これについて世界的な有名な学術雑誌サイエンスにも記載された実験で、入力を繰り返すよりも出力を繰り返す方が脳回路への情報の定着が良いことが報告されています。つまり問題を解いて勉強した方が効果的だということです。私たちの脳は情報を何度も入れ込むテキスト学習よりも、その情報を何度も使ってみる、問題を解く学習をすることで長期間安定して情報を保存することができるということなんですね。もちろんテキスト学習もメリットはあります。頭を整理したり全体像を掴んだりするにはテキスト学習の方が良いです。一方でたくさんのポイントを覚えていくには問題を解く方が効果的だということです。ぜひ参考にしてみてください。では3問に入ります。 A の B に対する貸金債務について、金銭の受領の委任状などの債権者である証書を持った C が債務の弁済を請求してきた。しかし C は真の債権者ではなかった。そのことにつき善意無過失の A は C に全額弁済してしまった場合、 A は B に対する貸金債務の弁済を免れる、丸か×かという問題です。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この下の動画の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。弁済は本来の債権者である B さんにしなければ、その弁済って無効なんですね。しかし本当の債権者 B じゃなかったとしても、そのような外観を備えたもの C を信じてしまって善意無過失でそのものに弁済してしまった場合、その弁済は有効となるんですね。よって丸になるということになります。で、この問題はちょっと理解する必要があるんですね。問題文も理解しないといけないし、解説も理解しないといけないということなので、ちょっと解説長くなりますので、この点については個別指導の受講さんのみ解説させていただきます。個別指導の受講さんは受講者専用のメルマガから動画ですね、別途動画ございますので、そちらをご覧いただければと思います。その動画で理解すべき内容を解説しております。で、問いにですね、媒介契約です。宅建業者 A が地主 B から B 所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、媒介契約書には誰が記名押印して誰が B に媒介契約書を交付しなければならないかっていう問題です。これ2つですね、質問あるんですけども、実際このようなですね、穴埋め問題ございません。ただこの部分はちゃんと頭に入れてほしいので穴埋めにいたしました。で、答えはいずれも宅建業者 A ですね。媒介契約書には宅建業者 A が記名押印して宅建業者 A が媒介契約書を交付しなければなりません。媒介契約書に記名を押印するのは取引士ではないので注意しましょう。また媒介契約書の交付については交付義務者は宅建業者 A なんですね。ただ A は会社なので、実務的にはその担当者ですねが代理として交付しております。で、問い3です。宅地造成工事規制区域内において果樹園用地の造成のため10万平米の土地について切り土または盛り土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない、丸か×かという問題です。答えは許可は不要なので丸ですね。宅地造成等規制法でいうこの宅地というのは農地、再造放牧地、森林、公園、道路、河川、その他政令で定める公共用の施設に供されている土地以外の土地が宅地なんですね。で、今回農地っていうのは宅地ではないんですよ。農地は宅地ではないですよね。そして今回果樹園っていうのは農地にあたるわけです。つまり果樹園は宅地ではないということになります。したがって果樹園用地の切り土や盛り土っていうのは宅地造成工事の許可はいらないんですね。あくまでも宅地造成の工事の許可が必要な場合っていうのは宅地において行う工事だったり宅地にする工事なんですよね。今回宅地ではありませんので許可は不要だということです。ここ数日、宅地造成等規制法でいう、宅地の定義についての問題を出題してきました。解けない方は復習してください。重要なポイントです。また個別指導の受講者については、試験で引っかかりやすい注意点もお伝えしております。もし問1のような、理解しなければいけない問題、どのように理解したらいいかわからない、何を理解したらいいかわからない、そういう方はぜひですね、個別指導をご検討ください。やはり理解学習ちゃんとやらないといつまで経っても合格できませんので、今からであればあなたに今年合格していただく自信ありますので、
一緒に勉強して来年の合格目指しましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。またこの動画の真ん中に個別指導がどういったものなのか、それを解説した動画リンク貼っておきますので、そちらの動画もぜひご覧ください。レトスの小野でした。